分かったことをシェアします。あのね、固定が大事なんで、固定が大事なんで、必ず足首を見ようと思った時は足首だけにやるんですね。で、検査する時のコツとしては、最大空気を吸わせて、うんと出せると、ここはユニットで見れるよねっていう話なんですけども、空気をしますよね。で、その時に、こっち固定が甘いと、こう、なんていうかな、膝ぐらいまでこう、ギュッと引っ張っちゃったりとか、一緒にこう引っ張っちゃったりとか、あとは、なんだろう、固定が良いとこう、こっちで甘く、ここが甘くて、なんか膝とか、わかる、股関節までこっち、体幹が揺れちゃってるのかな。じゃなくて、足首だけをギュッと、ギュッと、やって、こっちとこっちっていう。そうすると、結構硬さがすぐ見れる感じ。で、まあ、ポジションとしては、まあ、左右両方と見えた方がいいんですけど、でも大事なのは、こっちの手を動かすよりも、こっちの固定をいかに足首にテンションを集中できるか。で、見ていくと、一番わかりやすい。固定の場所ってどこ？今は基準としてどこをやってます？基本的にはどこでもいいんだけど、はい、ただみんなで共通した方がいいかな。はい、なんか今ってあれ足首使うのかなと思って。僕はくるぶしの下で触ったから、はい、もうどうやってます？ペポを基準。かかと使って、かかとの場合も同じ、ね、こっちも固定し、でグッとやるという感じです。足首だけにテンションがかかるようにしていくと、足首だけにテンションがかかるというのがですね。そうだね、かかとの方が見やすいかもしれないですね。ここだとどうしてもなんかここまで引っ張って上半身が引っ張っちゃうんで、ここだと足首で止まるというのがいいかもしれないですね。かかとで